どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人を語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きの会の大地と羊を巡るカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです。今回紹介するのは先週に続いてになります。プロジェクトヘイルメアリー下巻、アンディウィアー著、小野田和子さん役、早川書房から2021年12月に出版されたものになります。前回に続いてのご紹介ということなんですけども、前回は主に上巻の途中までなんですけども、全体的な魅力と大きなネタバレをしないように話をしていまして、ストーリーの触りの部分だけ紹介していたという内容になっていました。で、今回の方ではがっつりネタバレしようと思っていまして、読んだ人ですねも一緒に楽しめるような内容になるのかなと思っております。ただですね、読んではいないけどどういう話かは知りたいなと思っている方もいらっしゃると思いますので、もしそういう方が聞かれても大丈夫なように、今回話していく内容では、もう最後までは語らないようにしています。もう本当の本当のラストの部分、もう一番もうクライマックスのところはお楽しみにしていただけたらなと思っています。本当の本当のラストの部分は、メルマガの方でちょっと音源を配布しようと思います。で、6月25日配信の、登録無料のメルマガの方で最後までお話した内容をお届けする予定です。で、このメルマガはですね、いつ登録してもウェブ記事版に入れるようになるので、過去のメルマガもいつ登録したとしても読むことができるようになっている仕組みでございます。なので、6月25日過ぎて登録しちゃっても聞けますので、ぜひお気になる方は登録してみてください。詳しいことは番組概要欄に書いておりますのでご確認ください。で、まず大前提としてですね、先週放送したプロジェクトヘイルメアリー上巻をですね、必ず聞いた上でこのエピソードを聞いていただけるとありがたいです。ではちょっと下巻の話に入っていきたいなと思います。で、これもし上巻パートをですね YouTube にするなら、サムネイルは1ページ目から面白いというようなサムネイルがバーンって出ると思うんですけど。なるほど。もし、ねはいはいはい、YouTube にするならね、ポッドキャストじゃなくてね、下巻はですね、宇宙で見つけた最強の相棒っていうのがサムネイルのにダーンって出るんじゃないかなと思うような内容になってます。なるほど。確かに相棒っていうのはね、そうですね。うん。もう相棒ですよ。相棒ですね。下巻は。うん。相棒が登場しますからね。うん、では、ここからですね、下巻の作品紹介をしていきたいと思うんですけども、その前にですね、前回の上巻の振り返りも含めて、簡単なあらすじを引用して話していきたいと思います。人類の希望は遥か 11.9 光年の彼方、たった一人の冴えた相棒と謎の解明に挑む未知の地球外生命体アストロファージ。これこそが太陽エネルギーを食べて減少させ、地球の全生命を絶滅の危機に追いやっていたものの正体だった。人類の英知を結集したプロジェクトヘイルメアリーの目的は、他の恒星が光量を減少させる中、唯一アストロファージに完成していないタウセチに赴き、その理由を探し出すことだ。そしてヘイルメアリー号の乗組員の中、唯一タウセチ星系にたどり着いたグレイスは、たった一人でこの不可能ミッションに挑むことになるかと思えた。2021年、アメリカでの発売以来、ニューヨークタイムズをはじめ様々なベストセラー、リストに上がり、ライアン・ゴズリング主演で映画化が進行中のファーストコンタクト SF の新たな金字塔となります。で、もうこの後はですね、がっつりネタバレしながらちょっとストーリーの話をしていきたいと思ってるんですけれども、今ちょっと三重さんが読んでもらったあらすじのところで、グレイスはたった一人でこの不可能ミッションを挑むことになるかと思えた、と書いてある通りですね。ちょっとこの上巻には全く上巻っていうか、我々が話している上巻のエピソードではね、ですね、全く出てこなかった要素が、これからもう速攻で出てきます。でもこれからもう、ネタバレになると思ったんで、ここはもう完全に伏せていたんですが、上巻の150ページ過ぎたぐらいにですね、グレイスこと主人公である僕がタウセチに到着したあたりでですね、宇宙船が近づいてきます。で、もうこれが異星文明との出会い、ファーストコンタクトになりますね。で、そのあたりからちょっと話をしていきたいと思います。徐々に記憶を取り戻しながらですね、太陽系とは違う恒星のタウセチに続いた主人公の僕なんですが、で、まず最初にやることはですね、タウセチから太陽と同じような
ペトロバラインが出てるということを観測します。これがないとですね、ここに来た意味がないので、ペトロバラインが出てるけれども、このタウセチは同じようにアストロファージがいるのにエネルギー減少が起きていないということを、まあ、とりあえず確認します。この原因を突き止めることができれば地球を救うことができるかもしれないと。そういう状況に今あります。で、まあ、まだ記憶が全部戻ってきてないので、もうヘイルメアリー号の動かし方なんかもちょっとよくわかってないので、そういうのもちょっと確認しながらですね、ヘイルメアリー号をガーッと調べてると、気づいた時にはですね、ヘイルメアリー号の隣にですね、めちゃめちゃ大きな物体がありました。どう見てもなんか人工物だし、宇宙船ではないかと思います。で、地球から、もしかして自分たちが出た後に、また新しい技術で出発されたものなのかなって一瞬思ったんですけど、でも地球のちょっとこの、なんていうか感覚からちょっと違うような形が見受けられるので、どうやら、間違いなく異星文明のものだろうなと思い当たります。で、もうめちゃめちゃ興奮した僕はですね、この宇宙船との交信を試みます。まずちょっと微妙な、こう、一瞬だけ加速して船を揺らすということをしてみたら、全くその異星文明の船がですね、同じような動きを返してくれました。で、こっちがこう船を動かすと同じように船を動かして返してくるということで、なんか交信が始まります。で、その結果ですね、異星文明がなんかシリンダーのようなものをこちらに投げてきました。それをまあうまくキャッチした僕はですね、もう船の中でそのシリンダーを開きます。で、シリンダーの中身はですね、模型で、かなり精巧な模型で、構成の形とか、タウセチの形とかがこう再現されていて、で、それから目印になっている形で、異星文明が自分たちがどこから来たのかっていうのを伝えてきました。で、それはもちろん太陽系ではない、全然違う恒星系の中にある、まあ人類がですね、まあ一応見つけていて、エリダニ40星系と呼ぶ星でした。で、もちろん人類はそこに星があるってことは知っていたんですけれども、そこに文明があるということまでは、さすがに突き止めてなくて、まあ初めて会った、この異星文明となります。で、僕はですね、この異星人のことを、まあエリダニという星の名前からと、エイリアンという名前をくっつけて、エリディアンという名前で呼ぶことにします。このあたりからですね、主人公がですね、名前をつけることにね、全く躊躇しなくなってきて、結構適当な名前をつけ出すっていうことがたびたび起こります。結構そこがユーモアたっぷりで笑えたりします。このシリンダーとかを、まあ、この投げ合ったりして何度か更新が始まっていくんですけれども、向こうがですね、まあそれを使って、まあシリンダーというかその模型みたいなのを使って、ドッキングしないかという提案をしてきます。で、このエリディアンはですね、めちゃくちゃ物を作るのがうまいんですよ。なので、瞬く前にですね、この二つの船をつなぐトンネルを作り、まあ、トンネルの中に壁を作って、まあ、それがエアドック、お互いの大気をこう守るものになって、まあ、トンネルはあるけれども壁一枚隔てて会えるという状況になります。これが結構、エリディアンがいろんな物質を作るのがうまいので、最初の、一番最初の扉はですね、いろんな物質が あるんですけど、中に一枚だけですね、透明になっていて、向こうが見えるぞっていうのになっていて、それに、主人公は興奮してそこにこう、見て、あ、向こうに、異星人がいるっていうのはちょっとこう確認するんですけど、まあ、そのあたりも結構ですね、流れ面白いんですけど。で、エリディアンとしてはどの物質が地球人にとって一番いいのかっていうのを調べたかったらしくて、主人公がその透明なパネルに興奮したのを見て、エリディアンはそれで全部壁を作ろうとします。で、一回ちょっと船に戻っててくれっていう指示を受けて、戻ってるとエリディアンがダーッとですね、その扉をですね、透明なものにします。で、終わって、透明な壁を隔てて対面するんですけど、で、そこでようやく僕は異星人の姿を見ることになるんですけれども、異星人はですね、なんか体が岩のような形で出てきて、で形は雲みたいな感じで、5本の指が出てて、で、2本の指をメインで使うような形ですね。なってますね。かぎ爪のような指がついていて、で、大きさは多分犬ぐらい、ちょっと小型ですかね、の犬ぐらいの大きさになっているので、結構小さな、生命体でした。で、主人公はですね、その姿を見て、まあ、岩のようだから、ロッキーと名前を付けます。っていうのがもう、上巻なんですけど、もう150ページ目からダダッといきなり描かれて、もうここからちょっと、物語がすごく加速してきますね。いや、結構ね、この、まさかのファーストコントとか、いきなり訪れて、なんか、読んでる時は結構びっくりしましたね。うん、ここで急に出てきたってね、なりましたし。今ダート話したんですけど、結構恐る恐るコミュニケーションを取り出すんですけど、途中からもうなんか振り切れる感じがあってすごい面白いですよね。もう、最初、ね、この異星人と大丈夫なのか、うん、敵じゃないのか、殺されたりしないのかとか、いろんなこと考えて慎重に接するんですけど、もう結果的にもう、情報が欲しいってことで。で、あと、やっぱ主人公はやっぱ頭がいいので、うん、もし、向こう側が、どういうつもりでこう接触してきたのかってなると、いろんなことを推測して、危険はないだろうと。危険をお互い犯す必要がない状況で接触してきてるので、危険はないだろうということとか、まあ推測ですけど、うん、そのあたりを持ってこう、コミュニケーションを取っていくっていうところですね。そうですよね。いや、しかもここでコミュニケーション
取れてるっていうのが、なんかね、結構面白くて、まあ、向こうが、ね、シリンダー、まあ、シリンダーっていうのが、まあ、筒のようなものなんですけども、うん、なんかそれを開けるとね、毎回、何かの模型が入ってて、うん、その模型の意図を読み取ると、あ、こうして欲しいんだっていうのが主人公が理解してっていう、なんかそのコミュニケーションの、ね、取れてるっていうところはちょっとね、なんか、まあ、びっくりしたというかですね。うん。これはなかなか面白いですよね。ね、なんか人間に近いんじゃないかなって思いながら、うん、なんか本当違う言語の人と違う文明の人とこう、うん、会った時のこのコミュニケーションの取り方ですよね。そうですよね。形で示していくっていう、うん。ではですね、ちょっと続きを話していこうと思います。まあそこでファーストコンタクトが訪れて、で主人公がロッキーっていうエリディアンですね、異星人と、交信を始めるんですけども、まあその交信っていうのが会話ですね。で、どうやらロッキーは、音でコミュニケーションをしているらしいっていうことが分かってきます。まあ、これはもう人類と同じで。で、主人公が、ロッキーの、まあ、発した音をパソコンに使って、まあ、音を覚えていってですね。で、意思疎通を図れるようにしていくと。で、これもですね、最初、時計をロッキーに見せた時に、なんかロッキーも、なんか向こうの時計を見せてくれたりして、うんうんうん、まあそこで共通の、認識というかですね、そういうのが取れるようになってきて、まあそれでだんだん意思疎通、まあ言葉の方もですね、まあ理解が進んでいっていきます。で、ロッキーの特徴としては、とんでもなく記憶力が良くて、一度聞いたことは忘れないっていうですね、なんかちょっとパソコンみたいなものをですね、人間の脳とは違って、ほんとパソコンのなんかメモリーみたいな形で、キャパまでもうそのデータを保存しておけるみたいなんですね。うんうんうん。なんかそういう作りみたいだと。主人公は、ロッキーの発した言葉っていうのをもうパソコンにもうストックを作っていって、で、だんだんコミュニケーションが円滑になっていくと。で、そこで分かってきたのが、まあ、ロッキーも同じくですね、主人公と同じような状況でアストロファージを何とかしないといけないと。ということで、タウ説に来ていたということが分かります。もうこのままだと自分の母性がもう滅亡してしまうという状況だったので、もうこれはもう地球と同じですけども、まあ、そういう目的が一緒ということで、お互い協力してこの問題を解決していこうというですね、いう風になっていきます。で、また同時にですね、お互い、まあ、この主人公とロッキーは、まあ、複数の人たちとクルーに乗ってきたんですけども、お互い最後の一人だったということも判明します。で、ロッキーの仲間は、母性を出た時は23人いたんですけども、タウ説にたどり着いた時はロッキーだけになっていたと。まあ、これはですね、なぜ、ロッキーだけが生き残って他がみんな死んだのかというのはですね、またおいおいで話すかもしれない。ですね、で、情報交換を進めていくうちに、ロッキーというかですね、このエリディアンの、まあ、異星人の生態というのも明らかになっていきます。まず、ロッキーはアンモニアの大気の中で生きています。人類からするとですね、向こうの空気を吸うとめっちゃ臭いという風になってしまうのがありますね。で、気圧が地球の29倍あって、で、まあそういうので、その大気の成分が地球とは違っていると。で、あと、地球に比べるととんでもなく高温の中で生きていると。なので、直接ロッキーに触れたりすると、もうすごい大火傷をしてしまうというですね。なんかそのくらいのもう温度差があると。なので、まあ、人間とエリディアンっていうのは同じ大気の中で生きることはできないというのが、まあその生態の違いとしてあって分かってくると。で、またですね、光を感じる感覚がないことも分かってきます。エリディアンは大気の問題から、その恒星の光が届かない、まあ、太陽の光ですね、うん、が届かないと。で、地球にだと、まあ、深海の本当に奥深くにいるようなのと同じような環境ですね。まあ、なので、光がなくても物が分かるように、まあ、聴覚が進化しているし、まあ、音で全てのものを捉えている。というのがこの、まあ、ロッキーというかエリディアンの特徴です。で、また、エリディアンの、その星は、まあそういう光が届かないので、宇宙からの放射線というのも通さないようになっていました。まあなので、彼らは放射線の存在を知らなかったんですね。で、これがですね、その、ロッキーたちが、まあ23人で母星から宇宙に来た時に、ロッキー以外が死んでしまった原因っていうのが、実はこの放射線を浴びてしまったっていうのがですね、原因として分かってきます。じゃあなんでロッキーだけ死ななかったかっていうと、ロッキーはエンジニアという立場で、まあそのものを作ったりですね、実際にちょっとまあ大工さんみたいな感じで、まあ、修理したり物を作ったり、そういう船の工作員だったんですけども、船のエンジンの近くに部屋があって、エンジンの燃料っていうのはアストロファージを使ってたんですね。ここでは。で、アストロファージっていうのが、太陽のエネルギーを吸収して、まあそれをエネルギーに、変換して、
出すということができるんで、エンジンの燃料になるんですけども、アストロファージがその放射線を通さないので、なのでロッキーを守ってくれていたというですね、まあ、そういうちょっと偶然によってということがわかりました。まあそんな、まあ、ロッキーについてだんだんと分かってきた主人公ですけども、まあ、お互い惑星を救うというですね、まあ、ここはまあ思惑が一致して、で、二人で、まあ、タウセチから、ペトロバラインが出ている星に向かいます。で、まあ、ここにですね、まあ、今回の、アストロファージで、に感染した星を救うヒントがあるんじゃないかということで行くんですけども、で、その目的地の星ですね、でそこをエイドリアンと呼ぶことに、うん、して、まあ、そこから二人のちょっと協力関係が、まあ、相棒同士になっていくというですね、まあ、そこが始まっていくというところです、うん。そうですね。まずこのパートでというか、感動するのは、まず感動というか、すごい、なんか、ちょっと、一番、この小説一番最初に泣きそうになっちゃったのが、このロッキーと、はいはいはい、僕の境遇が一緒だって分かる瞬間があって、お互いが最後のクルーの一人だったって言って、こう、すごくお互いが共感し合うじゃないですか。そこがもうなんか、ちょっとググッときて、結構、まだ上巻なんですけど、これ。泣きそうになっちまったなっていうところですね。このロッキーっていう、この異質な岩の姿をした生命体に対して、もう僕が、なんかそれに対して、なんだろう、あんまり躊躇なく、こう、受け入れていくというか、怖いとか気持ち悪いとかそういうのをほぼ抱かずに、この仲間だみたいな、同じ立場にいるものだっていうことで、すごく共感されて、あっちも多分その感じがあって、そこがなんかすごくちょっと感動しちゃいましたね。そうですね。いや、でも、主人公の状況、それまでの状況からすると、もう、絶対孤独で、なんかどうやってこのミッションを遂行していくんだろうって思っていたら、なんか、ロッキーっていうすごい優秀な、まあ、ちょっと、もう相棒に近い存在が現れて、そうですね。ここは確かになんかすごく希望の出てきたところで、山あり谷ありで行くと、あ、ここからなんか山が見えてきて、山になってくるっていう、ね、なんかそんなところで、確かに、いいところですよね。そうですね。あと、ちょっと面白いなと思っていたとこだと、最初は主人公ロッキーと会話するとき、ロッキーのセリフが言葉ではなくて音符とかですね、なんか記号とか、そういうので表示されていて、まあ、読んでると全然意味はわからないんですけども、まあ、だんだん主人公がその向こうの言葉を理解していくと、なんかそれが言葉として、ね、なんかイエスとかですね、なんか質問とかですね、なんかそういう言葉になっていくっていうところが出てきて、なんかそういうくだりもちょっと個人的な、なんか楽しくて好きなところでしたね。面白いよね。そうですね。そうそう。まあ、最後に、二人で、まあ、目的地のその星に行くというところで、その星をエイドリアンと名前にしたんですけど、これが、なんか、そうそう、ロッキーに、主人公がロッキーに、あの星の名前自由につけていいよって言ったら、じゃあ配偶者の名前にするって言って、で、配偶者の名前を、なんていうんですかね、人類の言葉だと表現できないので、でも、じゃあエイドリアンだったっていう。結構。映画ロッキーのね。そうそうそう、映画ロッキーにちなんで、なんかちょいちょいね、なんかそんな面白いところ挟まれてるの。そうですね。で、この後の話なんですけれども、ちょっとまあ、過去パートの話をちょっとしたいなと思います。上官と一緒にですね、やっぱりずっとですね、やっぱ過去、主人公が記憶をすべて取り戻さないので、この過去のパートっていうのがやっぱりたびたび、挟まれます。過去パートなんですけど、まあ、この後の過去パートのところで言うと、プロジェクトヘイルメアリーで、まあ、クルーになる人たちとの、ちょっと、なんていうか、やりとりが、入ってきます。で、プロジェクトヘイルメアリーで必要なクルー数は3名。で、予備の人員を、3人作るとして、6人がですね、選抜されます。で、ここでですね、不可解なのは、主人公が入ってないんですよ。で、あ、なんだろうなと思うんで、まあ、これは後ちょっといろいろ分かっていくことがあるんですけど、この段階ではまた主人公がこのクルーの候補として選抜はされてません。ヘイレマリー号なんですけど、まあ、3人で、この宇宙空間で狭い船内で閉じ込められることになるので、かなり精神的に、きつくなる。お互いが、お互いをまあ、うまくこう、なんだろう、対処できなくなる可能性とかがあると。で、結構、この閉鎖空間における、長時間の宇宙飛行はリスクが高いということが分かってきます。で、それを避けるためにですね、クルーは昏睡状態にして、まあ、冬眠みたいなイメージなんですけど、まあ、それとはもうちょっとなんだろう、レベルが低い。とにかく、眠らせ続けてる状態にして、目的地まで行ってもらうという必要がありました。で、この昏睡状態にする技術が開発されてはいるんですけれども、この技術というか、その昏睡状態に耐える
ことができるっていうのが、ある遺伝子を持つ人じゃないと無理だということが分かってきます。この昏睡耐性を持つ遺伝子っていうのは、まあ、データによるとですね、7000人に1人しかいないという確率になってきます。で、さらにですね、このミッションを遂行できるように技術的な知見と宇宙飛行士としての適性というのも必要になってくるので、だいぶ絞られてきます。で、それを踏まえると、全人類の候補としては100万人はいたんですけれども、まあ、そこから選ばれていったり、まあ、自分がやりたいという意思を持って、出てきたのは、まあ、この6人でした。で、6人っていうのが、指揮官の中国人のヤオと、材料工学の専門家、ロシア人のイルヒナ。で、あと、黒人で科学のエキスパートのディボラという人物がいました。で、このディボラのサブで、アメリカ人女性、シャピロという方がいたんですが、まあ、それぞれエキスパートで、まあ、本当にこれ以上ない人選でした。で、主人公の僕はですね、アストロファージの知見などを、もう第一人者なので、その情報をこの科学知識者のディボラと、サブのシャピロビに教えるという役割を担っていきます。ただ、このですね、ヘイリメアリー号が地球を飛び立つ直前にですね、こう、ちょっと思いもしない出来事が起きてしまいます。その結果ですね、ディボラとシャピロではなく、僕がですね、このヘイリメアリー号に乗るということが判明します。うん、っていう状況ですね。うん。いや、ここは結構ね、痺れるところでしたね。うん。うん、この過去パート、なんか主人公が、ね、その宇宙に、最初は行く予定ではなかったんですけども、なんか、じゃあなんで行ったのかっていうところ、ちょっとここはもう、ネタバレになってしまうので、うん、本当最後の最後に、メルマガ用で話すところにはなってしまうんですけども、ここがね、なかなかの、びっくりな展開で、痺れる展開で、うん。うん、そうなんですよ。いやいや、めっちゃ楽しく読んでました。ここは、いくつか記憶を指さましていくと、自分は科学者としては専門家かもしれないけれども、宇宙飛行士としては全くダメだったし、なんで自分がこのミッションに選ばれてるのかっていうのが、結構ずっとわからないっていう状況が続いてるんですね。で、途中で、その遺伝子の問題が出てきたんで、あ、そうか、僕は遺伝子に、を持っていたから選ばれたのか、他に敵人がいなかったんだなっていう形でちょっと考えは落ち着いていくんですけども、実はもっといろいろあって、それが2点3点してるっていうことがちょっとわかるんで、まあそれはメルマガで話します。はい。うん、そうですね。いや、あとはこのクルーの人たちのなんかね、キャラ僕結構好きだったんですね。なんか一人一人ね、結構もう個性がねちゃんとあって、ね、そうなんですね。なんか指揮官、まあ、リーダーのヤオと、あと、もう一人、材料工学専門家で、ロシア人のイルヒナは、上官でね、最初出てきた時はもう、すでに、宇宙船の中でミイラとなって、亡くなっていたということは分かってるんですけども、やっぱね、技官のこういう、ね、ちょっと過去の下りとか読んでいくと、いや、なかなか、ね、そのクルーの人たちへの、なんか、思い入れっていうところも出てきて、いや、なかなかちょっとね、だんだん読んでて、すごい面白いところではある一方で、なんか寂しくもなってくるところでしたね。うんうんうん、そうなんですよね。亡くなってしまった、もう人たちの話が結構ね、展開されるから、ちょっと来るものがありますよね。うん。ではですね、ちょっと最後のところの話をしていきたいなと思います。で、ここからまたですね、まあ、現在の時間軸になるんですけども、主人公とロッキーが、まあ、その目当ての星であるエイドリアンについて、で、その、惑星の調査を始めます。まず、大気圏外にいるアストロファージを採取して調べると、まあ、特に地球とか、まあ、ロッキーの母星であるエリダニにいるアストロファージと差はなかったと。まあ、同じ。ね、まあ、ただですね、他にも生命体がいるっていうことが分かってきます。で、そこで、可能性として浮かんできたのが、もしかするとアストロファージの捕食者ですね。アストロファージを、食べてしまう生命体っていうのが、まあ、ここのエイドリアンという星にはいるんじゃないかという仮説が生まれていきます。で、そうすればアストロファージの、ね、繁殖を抑えることができるっていうですね、なんかそういう筋道も、ね、立ってきますので、で、そこで僕とロッキーが、知恵を出し合って、このエイドリアンでアストロファージの捕食者がいるかもしれないから探そうとなります。で、ここで、まあ、どうしたかっていうとですね、そのエイドリアンという星がすごいもう高温の大気圏内がすごく高温なので、宇宙船でそのまま乗り込んでいくことができないと。で、近づいたらちょっと危険なんで、まあ、釣りのような容量で、10キロ以上のもう長い、竿みたいなものを宇宙船から垂らして、で、そこでサンプルですね、捕食者のサンプルを
取ってこようというアイディアを実行します。まあ、ここでですね、この、主人公もそうですし、このロッキーの、まあ、もともと物を作るのが得意だし、すごいもう精密な、作業ができるし、まあ、計算力というか、まあ、そういったのもすごい高いものがあるんで、これも相当難しいことなんですけど、これをですね、実現するために協力していくというですね、協力プレイというのが、描かれるシーンになってます。アストロファージを捕食している、まあ、生命体っていうのはおそらく大気圏内にいるだろうというところで、でですね、で、主人公とロッキーが、まあ、その釣りのような、道具を、まあ、作ってしまって、で、まあ、そのアイディアを実現しようとするんですけども、まあ、それ、まあ、とはいえですね、やっぱりかなり危険な、状態での、作業、まあ、宇宙船をすごく高度に操作しないといけないというですね、かなり難易度の高いことを、をやって、まあ、なんとかですね、結果としてはそのサンプルの採取に成功、します。で、そこで、調べてみたらですね、そのアストロファージを食べている捕食者のよう生命体が、まあ、アメーバのような生き物ということが分かったので、名前をタウメーバと名付けたと。まあ、そこでですね、まあ、この先、まあ、アストロファージの繁殖を抑える手がかりになるんじゃないかと、すごく、ここでちょっと希望が見えてきたところになっています。で、主人公と、まあ、ロッキーで、このタウメーバを、捕まえてですね、あ、で、その前の段階でですね、やっぱりちょっと、まあ、危険な、かなり高温の大気圏に近づいたので、ちょっと船が燃えたりとかですね、まあ、そこで、もうかなりも、意識朦朧とした中で、ロッキーに助けられてとかですね、ちょっとそんな一幕はあったんですけども、まあ、そこでもなんとか、まあ、難を逃れてですね。で、サンプルで入手したタウメーバの、生態というのをちょっと二人で調べていくんですけども、そこで、分かっていたこととして、タウメーバが金星とかロッキーの母星であるエリダニにとっての金星にあたるようなですね、まあ、星があるんですけども、まあ、そこの環境では生きていけないことが判明します。大気に含まれる窒素がタウメーバにとっては毒になって、まあ、窒素に触れると死んでしまうというですね、そういったことが分かってきます。で、そこでどうしたかっていうと、もう金星でも生きていけるように、まあ、金星のに含まれる窒素がですね、3.5% 大気中に含まれているんですけども、まあ、それ以上のですね、まあ、窒素が含まれていても大丈夫なように、その窒素への耐性を身につけたタウメーバっていうのを、品種改良して作っていくっていうのを主人公が思いついて、で、ロッキーと協力して、この品種改良っていうのに取り組んでいって、で、最終的に地球であったり、エリダニであったりっていうところで含まれる窒素にも耐えうるタウメーバというのを繁殖することに成功します。うん、もうここもですね、すごいもう、なんていうんですかね、めちゃめちゃもう救いのある話になってきて、で、ちょっとですね、ここで話を小説で書かれている時間軸ではちょっと戻ることになると思うんですけども、うん、で、このですね、タウメーバの採取の過程で、実は、このロッキーが乗っていた宇宙船というのが、往復に必要な、まあ、燃料をですね、アストロファージが、その必要な分よりも、もう余分に、かなり余分に多く積んでいることが判明します。で、これもですね、ちょっと理由があって、その、ロッキーのいた星が、もともとその宇宙に出たことっていうのがなかったというかですね、相対性理論を知らなかったということでですね、なんか行き帰りを同じ時間で計算していたんですけども、実は帰りの方が非常に早いというですね、なんかそういうのがあるみたいでして、まあ、そこで、実はまあ、余ってしまった燃料というのが、もう、膨大にあったので、で、それをですね、この主人公が、ちょっと片道切符で地球から来ていたので、自分はもう帰れないっていう話をしてたんですけども、うん、もうロッキーからですね、まあ、それやったら余ってる燃料をあげるよって言われてですね、もう実はその地球に帰れてしまうというですね、なんかそんな、ことになってですね、いや、こういうすごいもうね、なんかハッピーな状況がもう連続して続くという展開になってます。まあ、そこでですね、主人公もロッキーもお互いに必要な燃料をですね、宇宙船に燃料も詰めたし、で、あと、まあ、それぞれの星、でも、繁殖可能なタウメーバっていうのが、まあ、その窒素耐性のあるタウメーバっていうのも用意できたし、もうこれであとはお互いの星を救いに行くだけだと言って、まあ、分かれて、それぞれの星に帰還していくというですね。まあ、というですね、下巻の中で後半に当たるところで、一旦ここまでをストーリーにしようかなと思ってます。うん、で、この後ですね、ちょっと、まあ、もちろんって言ったあれですけど、クライマックスがあって思わぬ展開っていうのが待ってるんですけども、まあ、あとラストっていうのが待ってるんですけど、まあ、そこはですね、ち
のメルマガに置いておこうかなと思ってます。ほぼ下巻のですね8割はここで話したので、そうですね、だいぶこのままでネタバレしてますね。で、正直、エイドリアンか。で、タウメーバーを採取するときに、まあ、船が壊れそうになったりとか、ボロボロになった主人公を助けるために、ロッキーが、自分の星の大気で守られてるエアドックから出てきて、地球の大気の中で出て、で、地球の大気の中で出ると、ロッキー燃えちゃったりするんで、無理をして、で、ロッキーもボロボロになりながらやったんで、俺、あれこれロッキー死ぬのかなとか、ちょっと正直思うシーンとかもあったりして、すげえドキドキしながら読んでて、なんですけど、まあそういうのもなんとかこう無事こう乗り切ったってところでちょっとここは話を終えたいんですけど、まあこの後もちょっと二転三転してまたピンチが続くんですけどね。じゃあちょっとこの後は印象に残ったところの話とかちょっとしていきましょうか。下巻はちょっとこれで終わりに していきたいと思ってます。はい。僕からまあちょっと印象に残ったというところとあと。まあ、好きなシーンというところでですね、うんうんうん、そうですね、ちょっと3つ4つありまして、前回上巻の話 ではですね、ちょっともうネタバレになってしまうので、言えなかったんですけども、ちょっと上巻の後半の方でまず2箇所ありまして、それがですね、上巻だと249ページで、主人公がセリフでですね、人類は何千年もの間夜空の星を見上げて、あそこには何があるのだろうかと考えてきた。君たちは星を見ることはなかったのに、それでも宇宙旅行に乗り出した。本当に驚くべき存在だな、君たちは科学の天才だ。というですね、とですね。まあこのロッキーと出会って言うんですけども、なんかここのね、なんかセリフは結構僕の中では、なんかジーンと来るところがありましたね。うんうん、いいっすよね、このセリフね。目がないから、視覚情報がないから、うん、星とか見ることなかったのに飛び出してったっていうのね、すごい。うん。かっこいいですよね。ね、しかもね、その地球人として、まあ、ずっと孤独な中にいた主人公がね、スーパーセテで、他の、まあ、宇宙人と出会ってね、そこに対しても思いを馳せるっていうところでなんか、ちょっと一緒に感動してしまいましたね。うん、で、あともですね、うん、もう一個、上巻の310ページになるんですけども、うん、人類の科学と、このロッキーのエリディアンの科学っていうのが結構似てるというか近いんですね。で、何十億年もですね、その、星が生まれて立ってるのに、こんなに近い進歩をお互いしたっていうのがなんでだろうっていうのを主人公がロッキーに聞いたらですね、なんかロッキーがそうでないとならないと、なんかそうでないと君と僕は出会わないっていうことを言っててですね、まあこれもなるほどと思ったところで、まあそもそも科学の進歩に開きがあって、どっちかが劣ってたら宇宙船作ることできないですし、で、どっちかが科学進歩がもっとしていたら、もうこのアストロファージーの問題って解決することがもうできてるんで、うん、まあそういう意味ではですね、お互い同じ課題に直面しているっていうところで出会ったっていうですね、だからこの理論はなるほどなと思って読みましたね。これ頭いいっすよね、まあ、ここね。そうそうそう。まあ宇宙のね、なんかそういう法則みたいなものがちょっと感じれて、まあちょっと印象に残ったこととしてありますね。うんうんうん、なんかこの、そう、ロッキーの観察力が高いんですよね。そう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 。さすがね、もう、まあある意味、地球人と近いところもあるし、超えてるところもある。まあ、あとはそうですね、この下巻なんですけども、下巻の191ページで、タウメーバーを使ったですね、ちょっと、実験を、まあ、主人公とロッキーが取り組んでいるんですけども、ちょっとその失敗した時にですね、うん、まあ、タウメーバー全部死んでしまったと、実験に失敗して、ちょっと犠牲が、結構たくさん払ってしまったというので、まあ、主人公とかロッキーがね、悔しがったりするんですけども、まあ、そこでロッキーがね、言うセリフが、なんか僕らはもっと働くと。で、僕らは諦めない。僕らは一生懸命働く。僕らは勇敢っていうですね、ちょっとまるでなんか本物のロッキーが言うかのようなセリフをですね、言ってて、うん、なんかこの辺の、なんていうんですかね、これが、まあ、もしなんか人と人とのその相棒ものの話だったら、こういう、気合の入ったセリフって、すごくいいと思うんですけど。いや、これをね、なんか宇宙人のロッキーが言うとですね、なんかよりなんか、人間味を感じれてですね、なんかロッキーがちょっと好きになるような、なんかシーンでしたね。うん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 、そうですね。ここがいいですよね。うん、あと、個人的にも、もう一番かもしれない好きなシーンはあれですね。やっぱりロッキーが燃料をくれるシーンですね。ああ。実はアストロファージがめっちゃ待ってて、帰りの分あげるよって言ってくれて、で、主人公が、これで地球に帰れるってね、なったところのシーンが、もしかすると一番好きかもしれないですね。ああ、なるほど。大地さんどうですか？私はですね、いや、でも基本的にはこのロッキーとこの主人公の相棒関係がもうめっちゃ良くて、うん、ロッキーにできないことは結構僕はできるし、宇宙の外に出たりとか、船の外で作業するっていうのは、このロッキーのその性質上
エリディアンの成立上、結構難しいんですけど、まあ、主人公この、宇宙服を着ることができたりするんで、まあ、そういうことで、こう、お互い助け合うし、で、計算とか、物を作るとかっていうのは、もう、なんかスーパーコンピューター並みに、ロッキーは得意なんで、そういうのを頼ったりしてっていうと、この協力関係がすごい良くて、で、お互いが結構、すごく頼りにしてる感じが、この会話からもね、常に感じるし、こう、お互いがこう、尊重し合ってるっていうのもわかるし。で、でも、たまにお互い意思疎通できなくてイライラするときとかあったりして。それもすごく面白いですね。結構ロッキーと、主人公の関係で言うと、まあ、結構お互いが助け合って、エイドリアンでお互いボロボロになっちゃった後に、こう、あ、もうロッキー一回死んだって思ったような、もう動かなくなっちゃった時があって、で、主人公がこうすればもしかしたらって言って、ロッキーの待機の中に行ったらもう、結構高熱なんで大変なことなんですけど、まあ、ちょっと熱を遮断しながらなんかこう、やったことがあったんですけど、それが、なんかロッキーって血液が水銀でできてるんですよ。それが、まあ、燃えちゃったっていうかなんかあれかな。地球の大気の中に入った時に、主人公側の大気に入った時に、ちょっと燃えちゃって、で、煙が出てると。で、それをこう、なんとかしようと思って、なんだっけ、何か吹きかけて、すすを吐き出したんですけど、すすを吐き出したから主人公が、あ、もしかしたらこれでロッキー助かるかもしれないと思って、自分ももうボロボロだから、まあ、意識を失っちゃったんですけど、ロッキーが復活して、こう、主人公にこう、話すんですけど、実はそのすすは、ロッキーにとってかさぶたみたいなもので、むしろあった方が良かったものみたいな、やつで、危うく、ちょっと、早くそれやられてたら、ダメだったかもしれない、死んでたかもしれないみたいな話をされて、危うく主人公がロッキーを殺すとこだったことがわかるっていうのは、ちょっとこの辺面白かったですね。なんかそういうこの勢いで行動して失敗しちゃうことがたまに主人公があるんですけど、でもそれでなんかこう普通だったらすげえへこんだりとかうわーってなっちゃったりするけど、まあへこんだりはするけど、でもなんかそこでこう行動を止めたりとか躊躇したりしないっていうのはこの主人公のいいとこだなってすごく思ったし、なんかこまあちょっと話変わっちゃいましたけど、やっぱこの二人はやっぱすごくいい相棒だったなって思いますし、ロッキーは登場人物の中でも、まあ、一番に好きですね、この作品の中で。ああ、そうですね。うん。主人公もいいけど、ロッキー、すごくいい、うん。明るいし、頭いいし。うん。で、あと、細かいとこで言うと、まあ、上巻から下巻にかけても、まあ、いろいろ描かれるんですけど、過去パートでやっぱ地球の状況っていうのがやっぱ描かれていくんですけど、このプロジェクトヘイリメアリーがうまくいったとしても、地球に対してですね、その、アストロファージュを何とかする可能性のあるものが届けられるっていうのは、まあ、30年ぐらい。時間が、出発してから戻ってくるまで、やっぱ30年ぐらいかかってしまうと。なので、その間地球を何とかしなきゃいけないんですよ。その、氷河期っていうか、太陽のエネルギーが、落ちてっても地球を、今の状況を保つために。で、それには逆に、まあ、今、この、現実では、地球温暖化っていうのが問題になってますけど、逆に温暖化させなきゃいけないみたいな。ことがあって、南極を破壊することを決意したり、あとサハラ砂漠の広大な土地に巨大なアストロファージュの繁殖場を太陽のエネルギーを使って作るんですけど、その面積がとんでもないものなので、まあ、これもですね、地球の環境に大きな悪影響を与えたりとかして、結局このアストロファージュを何とかしたとしても、地球の環境は、まあ、前よりはちょっとボロボロになってしまったっていう問題が実は出てきてるっていうところも結構面白くて。で、これに関しては正直もう、この小説の中ではどうなってしまうかっていうのが最終的には描かれないんですけど、まあ、結構人間は地球を、に無理をさせていくっていうところが結構描かれていて、まあ、ちょっとそこ面白かったですね。結構そうですね、この地球のその後とか、を考えると、ストラットがですね、下巻の後半の方で、もともと歴史学者ということもあって、なんか人類のその歴史について喋っているところがあって、ね、なんかその話だと本当アストロファージっていうのはなんかちょっとしたその一時的なものであって、もしかすると前後もやっぱり人類は何かその危機っていうのはあるのかなと、うん、まあただね、そこで起きた危機一つ一つに対して、まあ何とかしていくしかないのかなっていう風な別さんの話聞いてると繋がりそうかなと思いましたね、うん、最後ちょっとその地球の話であれですが、まあ下巻はちょっとこの程度にして終えたいと思います、うんうんうん、ちょっとこの後の話はちょっと繰り返しになっちゃいますが、ほんと最後は聞きたい人と聞きたくない人分かれると思うので、メルマガに方にちょっと移していきたいと思います。メルマガもですね、まあ、毎回聞いてくれてる人いると思うんですけど、この回はですねネタバレがひどいと思うので、聞かない方がいいという判断をしてもいいと思いますはい。じゃあ最後いつも通り感想を交えながらどんな人に読んでもらいたいか、話したいと思います。じゃあ私の方からですね、もう本当最高の SF でした。発想、ストーリー、キャラクターどれをとっても本当に良くて、読むのが止まらない一冊で、本当に感動したし本当に楽しい
SF 読めたなと思いました。これ読んでられたら本当現実逃避もできたし、いつも思うんですけど、いい SF 読むとなんかもう本当現実のことがちょっとどうでもよくなってしまうところがあって、まあいいのか悪いのかちょっとわかんねえなって思うところもあるんですけど、でもやっぱりこの本は今回はですね、あのラストも本当すごく良くて、なんか自分の人生がこの本のラストみたいな感じであったら、状況はまあ置いといてもいいんですけど、気持ち的にあったらすごくいいんだろうなとかちょっと思えるような本だったんで、あの本当に好きになった一冊です。まあ SF だし、エンタメだし、まあこのラジオ文学好きの人聞いてくれる人が多いのかもしれないので、文学好きにはもしかしたらちょっとは当てはまらないかもしれないんですけれども、なんだろうな、なんかね、明るい話が好きな人には読んでもらいたいなって思いました。結構辛い状況、絶望的な状況とかも連続することありますけど、基本的には結構ですね、こんなに明るい話を読んだのは久しぶりじゃないかなって思ってます。すごいいい話だったなと思いました。うん、以上です、うん。そうですね。いや、僕も、これは、あの、王道の展開、まあ、特に、あの、下巻の、ロッキーと協力して、なんとかしていくっていうところは、もう、ちょっと王道な展開かなと思うところはあって、まあ、そういったところでは、ほんと、外れなしのエンタメ作品なのかなと思いました。まあ、SF エンタメですね。で、あの、アストロファージとか、エリディアンとか、あの、ぶっ飛んだ設定はあるんですけども、まあ、ただどれも基本的に、あの、理屈がちゃんと説明されていて、で、理解はですね、そんな、もうできずには読んでいたんですけども、まあ、理解できなくても、なんか納得してしまうようなですね、そんなうまい説明をされて、読んでいきました。なんで、あの、本当に SF が、あの、好きな人も楽しめると思いますし、なんか SF そんなに読んでない人でも楽しめるかなと思います。あの、そういうですね、あの、まあ、ロッキーとの友情の話とかもね、あったり、まあ、あとあの、過去パートで、やっぱりその、ドラマ性の部分ですね。なんかその、記憶を失った主人公が、記憶を取り戻していくと。で、そこに至るね、のプロセスのとことか、のドラマ性っていうのもすごく高いと思いますので、壮大な物語読みたいと思う人には、本当おすすめだなと思います。ありがとうございます。そんなわけで、プロジェクトヘイリーメアリーを、2週にわたってご紹介しました。じゃあ、次回予告させて終わりたいと思います。次回はですね、アルフィアン・サートのマレー素描集という小説をご紹介します。短編集になっており、シンガポールの作家ですね、なります。番組の最後になりますが、サポーターというものを募集しております。特典のメルマガ週に1回配信しております。詳しいことは番組概要欄に、記載しておりますので、そちらをご確認ください。で、今回、プロジェクトヘイルメアリー下巻のラストの部分ですね。これは無料版の方でお届けしますので、気になる方はぜひご登録ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたとございましたら、ハッシュタグソロトミネコたちをつけて教えていただけると嬉しいです。ツイッターやインスタの DM や投稿などでお待ちしております。メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらからいただいても大丈夫です。この番組、気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。